ゆきさん、お疲れ様です。食べた、美味しかった。いただきます。スープスタッフ僕初めてでした。美味しかった。美味しかった、ね、初めて、初めて。そうでですね、またサプライズアーティストここでお時間をやってきました。ここで、お、今回のお題はですね、折り紙かける真心です。で、こちらにもうすでに準備してあります。それ使ってください。使ってください。チラチラ見えるかな。折り紙じゃない。あ、まあ本当は折り紙がいいのかもしれないですけど、ちょっと汎用性を考えました。より大きめな。嘘つけ、絶対に手配できなかったんだろう。いや、まあ、マルチペーパーって、まあ、今日は使いやすいじゃないですか。まあね。まあそれを使って、なんだって折り紙ってなんだって真心です。真心、はい、折り紙とはノロノロです。どうも。ですね、今回もあのサプライズアーティストの企画をやっていきたいと思っているんですが、まずちょっと始める前に、あの1回目とね、2回目僕見たんですよ、はい、1本目見た時はさ、すごくもうびっくりしたの。俺の予想と、もう予想の斜め上いかれてさ、うわ、そんなすごくできるのとかちょっと思っちゃったぐらい、俺がちょっと感動したんだよね、はい、でね、あの問題は2回目なんですよ。リキちゃん、あのおもちゃの使い方ないっすよ。置いてるだけ。あれ使ったとは言え。あれはちょっといただけないっすね。で、今回もまたやろうと思います。ちょっとあれいただけなかったんで、ちょ、僕がね、最近思ってる題名っていうかお題ができたんで、今回もやってもらいますので、じゃあそちらでよろしくお願いします。今回のお題なんですけど、今回のお題一番考えました。もう傑作です。今回はあの折り紙と真心なんですよ。今回は真心です。はい、折り紙と真心。なぜかっていうと、あのリキちゃんのここ最近の口癖が真心なんです。なので真心も追加させていただきました。まあ折り紙はほら表現のさ幅がいっぱいできるかなと思ってさ、だからまあ予想とすると、まあ折り紙は幅広いからものすごい使い方できると思うんだけど、正直予想とか今回はもうどうでもいいっす。あの本当に真心を込めてください。もうただそれだけでございます。なのでリキちゃん真心を、うん、リキちゃん真心をいっぱい込めてやってくれるんで、皆さんあのぜひ楽しみに待っててください。よろしくお願いします。ということでお返しします。どうですか今回の試合。まあ確かに言ってるかも。僕も結構聞きますね、真心は。まあ高校の先生に言われたんだよね。あ、そうなんだ。昔からなんか演技するときはなんか真心込めてやれみたいな。へー、そういう教えだったんですか。それと折り紙か。場所の指定は今回はないです。あ、どこでもいい。はい。東海の話だし、皆さん置いてかれました。リキさんに置いてかれました。僕が荷物をまとめてる間にリキさんに置いてかれました。どうですか、何か思いつきそうですか。何をすればいいだろうか。いや、あるんだけど、なんか前回はなんかね、
野呂ちゃんがね、手抜いたって言われたんですよ。あ、おもちゃの剣ですね。置いてるだけ。だから、まあ、ちょっと今回はいろいろ1回目の時みたいに、はい、ちょっとコンテっていうかテーマを決めたいと思います、はい、物語がなんか真心っていうのは、はい、まあその折り紙というよりも気持ちを織りなす、はい、まあ、何かを包むとか、うん、まあ、優しさとかもそうだけど、何かを包んで渡すのがいいと僕は思うんですよ、うん、あからさまにポンではなくてね、はい、それをちょっと今回表現なるほどしようかと思うんですけど、指定する折り紙がマルチペーパーって申し訳ないですね。本当に本当にさやってくれたよね。気持ち入る、まあね。まあでも今日は今回は少しちょっとこう優しさ系でいきます。おお、よろしく。楽しみにしてます。はい、ではうわっ、久すぎて俺の間違いだ。やっちまった。あれっつって、さっきから行ったり来たりします。全然折れねえなっつって。